等学校野球選手兼県大会の開会式を挙行いたします。深紅の大優勝旗が1年ぶり甲子園球場に戻ってまいりました。浅見君ただ一人の入場行進です。だから北日本学院北海高校、そして3番目青森代表の三沢高校、岩手代表の盛岡一高が続いております。初めて皇太子殿下ご夫妻をお招きいたしまして、第50回の全国高等学校野球選手権大会の入場行進が行われております。感激を胸に決めながら、白い帽子が、黒い帽子が、そしてブルーの帽子がしっかりと今甲子園の角を踏んでおります。春夏の連続制覇を狙います。大宮工業、さらには山梨代表の東北一高、そして東京で日大一高です。今年166校参加の東京都から勝ち抜いてまいりました。神奈川代表の武蔵高校、港横浜から浜っ子の入場4回目です。今年も6万の大観衆を飲んでおります甲子園球場。2485校の勝ち抜いてまいりました48校、今憧れの甲子園球場の土をしっかりと踏みしめています。朝早くからこの